はい、どうもあかん。はい、もうド開幕の電車対策失礼。ドカポンザワールド、続きやっていきましょう。どうも、ゆうきです。早っ。ファササさ言うてる。こいつほんまライディーン行かれたら、それはそれで困んねんけど。終わらしにかかっているやん、物語を。それはそれで困るんですが、何してんの、こいつはマジで。グレートアニマル戦。で、お前は一生、お前はもうそれよ。もうバリンバリンってプログラム割り続けて、楽しいかな、本当に。羨ましいよ。なんかその、嫉妬するなんか。でも、それで俺に勝てるのかって話ですよね。はい。八幡、バカ。あぶく銭よ、もう。今となっては。砕けろ、お前は。そして、金落とせ。あーめっちゃ氷できた。ガチャガチャ歩いてる。もう弾けさらせよ、お前は。また下から焼き尽くせよ、お前は。もう、バーカ。うわ、やらへん。来るって分かってたやろ。全部落とせよ、お前は。すべてを失え。あいざまあ、今まで稼いだ金。50万ぐらいから稼いでたから、で、なんとか20万ぐらいプラス持ってますけども。残念だったね、ミスタ君。お先にもう行くよーん。どこが早いんですかね、本当に。はい、チュンチュン。ちょ、バカ、危な。プーワーからの、まあ、アジアかな、やっぱり。アジアかオセアニアっすよね。どっちがいいかな。オセアニアから行ってみるか。おっしゃ、俺も乗り込むで、ラスダン。ビーン言うてた、今なんか。さ、まあ僕のワールドの動画、見てくださってる方もいらっしゃると思いますけども、まあ推奨委員会さんのドカポンザワールドも始まっておりまして、結構ね、タイムリーな話題話せるっていうあんまなかったんですよね、正直。その取りため、うえ、びっくりした。気持ち悪いな、こいつ。まあ、爆弾岩のイケメンみたいなやつ。舌喋れ、バカ。周りのなんかあれも怖いですね、なんか。エースちゃん全然微動だにしてない。聞こえてへんちゃうんか。あの耳やって耳にかかってるんちゃうん。ゴリゴリにいってる。暗殺あるからね、ワンチャンあるんですよね、本当に。これライティングからいかないと、ちょっと俺からしたらちょっと困るんですけど。おお、ネムネム、ワンチャンあるぞ、これ。唐突な終わりあり得るかもしれん、本当に。やめてよ、マジで。暗殺で9999みたいなの決まるっていう展開。うわ、バカ。食わってへんやん。何やねん、それ。はい、ザマーですわ、あんたは。でも、近いな、お前。さあ、ここでフリールで行こうか。ちょっと待って、俺、正直ね、もう間に合わんかもしれんから、ちょっと 4枚で行こう。で、ゾロ目出して、パッパカパーからの、出へん。でもこれはでかいぞ。東京、ムーエリアどこだ？ここから行け、こう、ん？で、これなんやねん、これ。でもムーの、あれなかったっすもんね、正直。だってムーのワープマスなかったっすもんね、これ。なんやねん、これ。おい。ムーに直接行けたってこと？いや、分からへん。腹立ってきた。とりあえずジャングルマス行こう。モンモン出てくるかもしれんけど、ジャングルマス行こう。追いつけんかな、ちょっと。厳しいか。出会ったことないで行こう。お！出会ってないと思う。俺、お尻でね、結構戦ってないんで、またんごー。ムツングをほら。死ね、お前は。俺のバーニングを止められるわけないだろ、お前みたいな雑魚。はい、バカ。さあ、ちょっとね、あの、お話も止まってた、そのワールドのね、推奨委員会さんのあれなんですけども、僕が取りための弊害でね、見たやつをそのまま感想を言えない展開が続いてましたんですけども、まあ今のところ、なんて言えばいいんですかね。
個人的にはその戦車が暴れ回るっていうのは予想できたんですよね。僕の動画でもミスターがね、初期もうむちゃくちゃ暴れまくってたんで、もうシリコンさんがもうブイ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 言わしまくって、うえ、これボスじゃないじゃないね、シリコンさんがブイブイ言わしまくった挙句ですよね、ド本命のタカちゃんがちょっとなんか足踏みしてる状態、そしてバンカーさんが謎にエンジン全開っていう、必殺卓と魔法の卓強かったですよね。あれなんか正直聖騎士の盾手に入れて、なんか戦況が一変しましたね。レベルも一気に上がっていって、もう武器買って、なおかつもう万全ですよね。正直もしかしたら小クリア誰が取るか分かんないですよね。まあでもしばらくはシリコンさんのその爆走ですよね、爆走街道が見えるかもしれません。で、僧侶になってちょっと量ちゃうんですよね。俺正直ね、魔力唯一上がる職業やったから、量ちゃんマジであれだと思ってたんですけど、なんかやっぱちょっと素早さが上がらない弊害が出ちゃいましたよね、なんかところどころに。あれちょっと運なかったっすね、本当に。2章のチェコ村で、シリコンさんのところの、ボスを倒してたら、めちゃくちゃ流れ変わってた展開なのに、それができなかった。あれマジでかわいそう。あれ取れてる取れてないだけでも、全然展開変わりましたからね、あれ。なんでね、正直言うと、まあ、予想はできつつも、どっちかというと、ちょっと待って。エレクトラ怖いよ。はい、ありがとう。ここであんまね、あんま正直俺傷つきたくないんですよね。オーケーオーケーオーケー、ミナアップでいこう。お前を焼き殺した後まだワールドの感想言うからな。シャキッと？ん？魔法防御 40？ 何考えてんだい。消えな。予想というよりか、やっぱ戦士が暴れ回るっていうのは予想できていた。にもかかわらず、盗賊これ正直ね、なんかそんな強いとは思ってはなかったんですけど、パクルが強くて、ドレスがなんか一時ね、その小クリアした時も、お、ゴロさんさんありがとう。ありがとう。止まらないよ、ユキは。魔法使いがいなかった弊害が今ちょっと出てるかなと思ってますね。ただ唯一その3人のうち1人、魔力上がるキャラであったりょうちゃんが、最初はブイブイ言わしてたんですけども、まあその素早さの弊害によって、まあちょっと足踏みしてる状態。で、シリコン&バンカーのこの2人が、もう爆走しまくってますんで、出た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 。出た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 、そういうの。もうええって。爆走っぷりやばいっすよね、正直。あれ、俺でもちょっとね、なんか泣いちゃいますよね。もう魔法って遠距離恋愛みたいな感じせんと、ちょっと相当厳しいんちゃうかな思いますね。ド本命のタカちゃんが、ちょっと本当に困っている様を見ると、ワールドって難しいんだなって思いますね、やっぱり。なんでね、今後とも楽しみですね。レッドブリキン誰が倒すのか。お！ミスターが、ビビデブーってお前。ワンチャン何かあるかもしれない、ビビデブーは。まあ、フリルかな。いや、もうここはもうお金、行こう。ミスターもね、苦しいほどに使ってるから。そんなすぐに俺ね、このムーンの大神殿行きたくなかったんだけどね、3使おう、3行こう。おっしゃってた、ザカボコロ。まあ楽しみですね。二日おきのね、更新なんでね。まあでも寂しい反面、楽しみも増えますよね。ああ、今日はその日だ、その日じゃないっていうね、その一喜一憂が、まあ楽しいんでね。で、一発40ムーの使い手。一発ね、結構ね、40分ありますんで、正直言うと、バインドがある、マジかよ。固くいく？固く。眠らせよ。じゃんけん強いね。え？
雑魚。クリティカルありがとう。ちょっとなんかあれですよね、経験値の見入りおかしいですよね、なんか。まあ楽しみにしていきたいと思いますね、正直。まあ僕の方は先にワールド終わっちゃいますけども。まあこれからまだまだ推奨委員会さんのワールドは続きますんで、皆さん乞うご期待ということで。いや、ほんま俺次何しよう、マジで。ドカポン、キングダム。キングダムもやる気満々なんですけどね、正直。ただ、いつやるのって話、バカめ、お前。え、あ、そっか、こいつ避けるんです、あると鈍るんよ。やめてよ、マジで。かわいい。めちゃくちゃかわいい。ボコボコにしたい。キングダムもアマゾンでポチろうと思ってるんですよね、正直。もうマジで店で売ってないから、キングダム。切れそうになる。おお、ようやく買った。1週間ぐらい戦ってたんちゃうん、これ。びっくりした。あー、ライディーンか。何歩くらいがやれる？ペンギンは10分の1やったで。優しい。優しすぎる。ごっそりいけよ、もう。700万ぐらいいけよ、お前も。マジで迷いますよね。いっぱい買ってるんですよね、正直。やりだめてる、RPG か。で、正直ね、もう僕の野望なんですけど、もうあんまりね、今喋ることでもないかなと思ってたんですよ。早いな。何でしたっけ？あ、それ、プログラムできるんや、これ。強っ。そう考えるとマジで強い。では、ムーン入った瞬間、こいつにマグファウト。おっしゃ、行くでー！ムー大神殿。俺何言おうとしてたっけ？忘れた。さっきのことやるの忘れた。プログラムの衝撃が強すぎて。やりだめてる RPG の話から何だったんかいの？あ、そうそうそう。万兵強いな。今こうやって録画してるんですけど、配信したいんですよね、僕。要は、一本一本の動画一週間上げるんじゃなくって、2、3時間配信して、ワールドをやっていきたいなとは思ってるんですけども、マジでやり方がわからん。人来るコーンは別にどうでもいいんですけど、ね、アーカイブ残ってしまえば、もうそれをまとめて、ドンって見てしまえばええだけの話なんで、ええんすけど、生配信の環境が、というか、配信のやり方ですよね。あれがちょっとよくわかってない。それさえね、ちょっとできるようになったらね、ちょっと、トゥエレレーンちゃうキャラ、もう。早いんやって。おい、続く、気持ちいい。全部聞かせる、俺に。俺も4枚使う。枯渇するまでいくから。いやー、これいけそうない。え？大神殿内部？神の昼間？え？ちょっと待って、みんなここ行ったもんね。ちょっと気になるやん。せや、なんかここドカポンなんちゃらが眠ってるって言ってましたね。なんかちょっと待って、1、2、3、4、5、ごくりやるからな、俺には。めちゃくちゃ使ってるけどね。マグファイア、マグファイア、マグファイア。おー、まあ悪くない、悪くない。使おう。ミスターに使おう。吸い尽くそう。全パラメータ50ぐらい。お、ムーの番兵強。さあ、ミスターもちょっと焼かれたことによって、なんかね、正気に戻りましたね、完全に。え、やめてよ、なんでやねん。文言がえぐいねん。何これ？あ、臆病や、臆病。滅びようの割にはまあまあ、あれやったな。これって何かあると、もう何喋ってたか忘れる、俺。あ、そう、生配信したい。マジで。人が来るコーンも関係なく生配信したい。マジで。どうやっていいかわからん。
やりたいんやけど、そのね、その、スタートするまでがね、やっぱ重いっすよね。これで動画撮るにしても、生配信にしても。マジでわからん。みんなとちょけちょけ言いながら、ワールドしたい。2周目それができたら嬉しいなと思ってますけど、ちょっと早いんやって。バケモンもできんやん。今何曜日？日曜日ばっか終わってしまう。5。もう、浴びろ、お前。クリスタルのシャワー浴びろ、お前、もう。おっしゃ、行こう。最強装備とかもう、ちょっと、取る余裕がない。テンフェンス、テンフェンですわ。ちょっと待って、迷う。でも、15分でクソ微妙じゃないですか。動画のストック欲しいやけど15分超えたらやっぱちょっとここで僕は語らないといけないんですよ。展開的にエースちゃん1位、ミスターがね、ちょっと、えげつないぐらいにね、ちょっとブイブイ言ってますんで、あ、オッケー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 。バインが使える。この差ですよ、皆さん。ミスターやっぱちょっとお金減ってますね。ドベに下がってもうた。あんだけ金しっぽりやってたのに。さて、というわけでございまして、93締めご視聴ありがとうございました。まあ、個人的にはね、まあ、いろいろとワールドのことを喋ったりだとか、今後の展開やりたいだとか、ほんま生配信やりたいんですよね。生でね、その、リスナーが言ってくれたことに対して反応しつつも、自分のプレイの動画を見る。まあ、プレイするですよね。認知してもらうには多分一番早いと思うんですよね、動画よりかは。ただやり方がわかんない。やり方がわかんないというかね、それをやろうっていう、その本気度が多分自分に足りないんでしょうね、多分。やり方がわかんないって言い訳にならないじゃないですか、正直。やろうとしてないだけなんですよ、多分。やけど、その意欲が、やりたいとは反面、ちょっとなんか腰が重いと言いますか。まあ、こういう動画でもいいのかなって思っちゃってる自分もいるのも事実ですよね、やっぱり。まあ、わがままの人間ですよね。ただワールドは正直そういうようなプレイもしていきたいし、まあ、今後ともそれ以外の動画、まあ、ドカポン以外の動画もいろいろ上げてはいきたいんですけども、今はもうちょっとワールドにね、もう夢中なんで、まあ、このライディングぶっ倒すまではガンガン行こうと思ってるんですけども、なんかちょっとエースとミスターがなんかそれを許してくれなさそうな展開ですよね。二人が言ったらさすがにそのライディングの強さがちょっと僕分かってないんですけども、耐えれんのかな？マコンでは分かったし、白熊とペンギンも正直遠距離から魔法ボンボコぶつけたら余裕で勝てるんちゃうかなと思いますけど、ミスターがどうするかっすよね。あのジャブルを持ってるミスターが。なんでね、もしかしたら唐突な終わりを迎えるかもしれない。100周を超えたかったんですけどね、ワールド。ですけども、ちょっとムーの大神殿、まあ、ちょっとライディン戦、ちょっと僕も必死で追いかけないと、ちょっとやられちゃう展開なんで、はい。頑張っていきたいと思います。さあ、それでは、93周目。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いろいろやりたいことがある。でもね、RPG ってね、あんま見られないらしいですね。ドカパンボードゲームでなんかいろいろとね、楽しめますよね。ちょっとそのストーリーに沿ってない感じというか、結構自由度が高いんで、まあ、ストーリーはあれど自分の行動次第で全てが、まあ、そのお金を稼ぐとか、いろいろとその価値のある行動っていうのがありますんで、それに対してのアンサーが、まあ、どういう感じでこういう結果に反映されるかっていうのが、ちょっと僕には、とか視聴者からしたら楽しいのかな、やっぱり。やってる自分としてはなんかいろいろと、ああだこうだ言いながらやってはいるんですけども、それを見てくれる方がいるっていうのは、自分としてもモチベーションが高い。まあ、見てくれなかったら、やっぱその、モチベーション下がるというか、すごいわがままだと、やってない RPG じゃないと、続けられないですよね。自分がやってる RPG だったら、もう展開だとか、顛末が分かってしまってるから、結果とかね、分かってしまうから、ちょっとあんまやる気は起きないんですけど、ワールドとか、僕、初めてプレイするんですごい楽しいですし、ストーリーも面白いですしね。最初はなんかちょっとテンポ悪いかなと思ってたけど、結構、自分正直一番面白いかなと思ってます。コンピューターでやるにはね。なんでね、やったことない RPG をちょっとやろうかなと思ってるんですけどもね。まあいろいろと、皆さんこれからもね、まあぼちぼちやっていきますんで、ご付き合いください。それでは、長々と喋りごめんなさいね。